はい、どうも、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。ちょうど決戦、今回は、選択チャレですね。今日も選択チャレか。今日土曜日なんですけどね、変わらなかったね。やっていきましょうか。ガクトさん、先生取った。ジョンフンね。ジョンフンとバイスはね、結構差あるけどね。これは、ジョーにしとこうか。いや、シェルミーでよかったかな。防御欲しいんで、やっぱり。シェルミー選んで、後で防御出なかったら嫌なんでね。結局出なかったね、ジョーしか。最後、シェン取って、リンとネームレス。リンとネームレスか。できれば全滅を狙っていきたいけどな。リンとネームレスね。シェンは置いとこう。やっぱスキル強いキャラは置いときたいね。お、リン頭に出してる、まさか。マジで。これゲージ溜まるかな、でも。あー、こんな時にシェンがスキル出てたらよかったけどね。スキル出てたら、全力で叩いたんですけどね。あ、剣数で回復するために頭に出したんかな。これはどうしようかな。こういこうか。こういきます。で、剣数は叩くんですけど、うん、あ、これでリン回復するつもりかな。1体目にシェンがね、スキル出てたらよかったね。だいぶダメージ取れたんですけどね。肉まん食って、うん、リン使ってきたね。このエイジを誰で倒すかやけど、どうかな。もしかしたら毒でやられそうやな、これエイジ。毒でやられる可能性もあるっすね。お、シェルミーで倒したってことは、もうシェルミーは使い物にならない。ここはそやね、採取出しとこう。で、採取まだ使わない。採取は、温存。これでこのまま来たらジョンフン出しましょう。まあ、このままコンと思うけどね。うん、そしたら調整していく。ビリ出すなら、ビリを出すなら調整していきましょう。ジョーはね、使えるかな。剣数は微妙にゲージが、ゲージじゃない、 HP ね。あー、あれやったら多分いけるね。多分、いけると思います。いけるね。そしたらビリ叩いていこう。うん、結構ダメージ取りましたね。で、剣数は肉まん食えない。ビリ、あー、めまいやめてほしい。めまい、あー、何これ、マジでフィーバーやん。3体めまい入った。マジか。ベニマル出そうか。3体めまい入るか。雷光剣使おう。雷光剣。さあ、ここはね、剣数そろそろゲージたまるかな。どうかな。うん、考えてますね。このまま来た。剣数たまるね。そしたらまた調整できるから。あー、剣数自身に2回入ったな、肉まん。前列のキャラに入ろう思ったけど、このままいきます。もう1回調整します。シェンはこっちかな。うん、これで、シェルミー叩いて調整していこう。シェルミーはもうエイジ食らってるんでね、防御力も落ちてますね。攻撃力も防御力もない。シェルミーフラッシュ、これ全然減らないですよ。これベニマルやられるんで、あとは全滅チャレンジですけど、ジョンフンをやっぱ後ろに当てたいかな、後列にね。最終でこの、あ、いけるか、ゼロ打ったらいけるか。これでいきましょうか。多分これで全滅取れたと思うんですけどね。さあ、ゼロから打つ。うん、で、最終やね。ただあれやな、リンの必殺耐性入るかな。入ってないね。これでいけましたね。さすがに、うん、さすがにいける。ああ、入ってるわ、今の耐性入ってましたね。ただスキルでいけるので、調整できたっていう感じかな。いや、もう一回このままいきましょうか。このままいって、まあ、リンはやっぱね、必殺耐性 強いんですけど、言うて、あの、9も開けてなかったらスキルには耐性ないんでね。トマトさん、先生取った。2連チャン先生取りましたね。これはブライアン。シンゴ。防御。わ、シェントリン。シェントリンか。さっきの戦いっすね。シェントリンやったら。リンかな。最後は、LR 来た。ゲニ来た。まさかのゲニ。まさかのゲニが来ましたよ。
あーロックや、マジか、ロックか、どうしよう。信号ロックね、クーラーいるね、こっちクーラー家に置いて、信号か、信号な、どうしようかな。まあこれでいいか、これでいきましょうか。ロックは、あ、出してきてるね。1ターン目に出すとあれっすよ、あれですけどね、あれあれ、怒りダウン耐性ないからね。お、凍結も入った。怒りダウンも凍結も入るっすね、1ターン目は。なのでできればこのままね、ロックを封じ込めればいいんですけどね。ゲニもスキルで怒り下げあるからね、言うて。このだからこのメンバーだいぶ怒り下げ持ってますよ、今僕が出してるメンバーですけど。クーラーもあるし、クーラーも、スキルに怒りダウンあります。さあこれゲニがゲージ溜まってるから、これシェンとかに飛んだら確実にワンパンするけどな。これはもうクーラー前に出していこう。クーラーと、あーでもクーラーこれ後ろの方がいいか、ゲニのバフがあるからな、風のバフなんで。信号出すかも、こうやってね。さあここはもうブッパ行きましょう。まずねゲニからか、いけ、おお、ロックに飛んだ。ってことはもうこれで踏ん張りを、はい、入りましたね。踏ん張り入ってクーラーがフローズン入ってほしいけど、うおー、ロックや、いいね。ロックは必殺打つまでは状態以上あれなんで解除できないんでね。ほんで怒りダウンは、さらにロック下げとこうか、2回下げとこう。これでロックはだいぶ封じてるね。まあ、今の怒りダウンシェンに行ってもよかったけど、まあでもロックがやっぱり強いんで、ロック中心に殴っていく方がいいですよね。うん、シェン打ってきた。あ、ブライアン倒しに来た。ブライアン硬え、めちゃめちゃ硬いブライアンが。そしたらこれはね、ブライアン前にしようか。こういきます。こういって、ここ何も使わない。ゲニも怒り下げあるし。うおー、ゲニめっちゃ強い。倒したわ、ダイモン。倒すつもりなかったけど。チャンコーハン来た。チャンコーハン、鉄球打ってくる。うん。マキシマは、マキシマじゃない。ブライアンはやられますね。ロックまだ打てないよね。2回ぐらい怒り下げてるんで。うおー、強いよ、マジで。マジで、あのゲニのバフがめちゃめちゃ効いてるわ。これでロックをね、怒りダウンできたらいいんですけど、届かんな。届かないね、これやったら。それなら、どうしようかな。アテナ行っとくか。クーラー前に出して。こう行きましょうか。アテナはもう使っていこう。クリスタルシュートで。うん。届かんな、ロックまでは、これは。おー、ゲージ溜まりましたよ。レイジング使ってきても、多分ダメージそんな入らないと思うんですよね、言うて。ゲニいるし、ゲニのデバフ多分あれ効くっすよね。一番攻撃力高いキャラはロックなんで、デバフ入ると思うので、これね、多分ダメージあんまないと思うので、ほら、あーでもアテナが、そうか、アテナは減るな。っていうか、ゲニが状態異常してる。一番状態異常してほしくないキャラが。クーラーはここ耐えてほしいけど、どう？うおー、マジかよ。ゲニ出すか、前に。クーラーもフローズン入ってもうたな。ゲニと、リン出しとこう。こういっとこう。ここは、さっき信号かな。信号で防御ダウンしてからの、リンをと。ここ、マキシマも倒したいけどね。で、ゲニが打てたらよかったけどな。地味にあの、シェンとかもね、早く倒しておきたいんでね。これはまだマキシマ倒されへんか。マキシマでもこれフローズン入ってる、氷入ってるから溶けへんよね。2回解除せなあかんからね。さあこれロックがやっぱポイントやな。このまま来ましたね。さあ惑星打って、これロック耐えろ。あ、ゲニダメか、あるか、いいね、回復した。ゲニ溜まってほしいな、ゲージ。あー、やられる？うわー、離脱しましたね。このコマいきます。ゲニはもう一回離脱できるんで。あー、そこに飛ぶか。これそろそろマキシマ倒さないとね、ほんまに。
マキシマを倒さないと、うわー、まだ無理やな。まだマキシマ倒れない。テリーか。これゲニーはもう一回離脱できるので多分大丈夫だと思うんですけど、バスタルフ、うん、ダメージもあんまりない。さあシェイン使ってきても風のバフで守られている。これ状態上がでもきついな。これ状態上ない。あのシャインナックルの方はないんか。レイジランか。レイジランの方は状態上なかったよね。このままいきます。よし、テリーに飛んだ。いいね。テリーに飛ぶとダイブラックかな。ロックのあれ状態上耐性って2ターンですよね。そうか、それやったら怒りダウンも入らへんな。さあロックを前にしてきて、レイジングですね。ゲニ耐えろ。よし耐えた。なんとか耐えた。あーこれさすがにゲニ厳しい。耐えろ。よし耐えた。耐えろ耐えろ耐えろ。うわーさすがにか。これならもう出さなあかんな。ビン出すか。もうゲニ離脱できないんで出しましょうか。でこれ先にリンかな。いや先クーラか。先クーラ打つんですけど、おいいね。マキシマ、マキシマが状態上入った。リンはこれリンじゃない、ロックは一回踏ん張ってるからゲニ打つんですけどね。一回踏ん張ってるからこれ倒せる。マキシマ、あ倒した。あとはもう、ロックとの戦いやな。あー全然あのダメージ届かへんかったな。次レイジランスよね、必殺。あシャインナックルね。そうそうそう。おお耐えた。マジか、耐えましたね。リンはさすがに、あーシールドまた貼ってるわ。またシールド貼るの。これゲニ前でも耐えるよね多分。バフがあるから、風のバフあるんで耐えると思うんですけど。っていうか10ターンやなこれ。勝ったね。10ターンなんで勝ちましたね。さすがにいけるでしょう。ゲニ倒せないと思うんで。これでロックがシャインナック、次レイジングか。レイジング打ってきてシンゴとエイジあのシゴシンゴとリンがやられても、うんいけるね。危ない、ゲニのおかげやな。やっぱロックとゲニやったらダントツでゲニの方が強いですね。これ見るとだいぶ抑えれたんで、まあいい感じにね、ゲニを使えたかと思います。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。